前に深川市に入りました、国道12、旭川向かう道です。深川市稲田って書いてありました。ずっと割と、初夏というかいい天気が続いていたんですけど、久しぶりの嵐。なんか昨夜夜なんか突然風が強くなってたんですね。嵐の前触れだったんだろうかね、あの風は。まあ、旭川へ向かってるんですけど、ナビ設定してないので、距離は分かりません。どっかへ出るんじゃないかなってね。昨日とか自分は天気予報見てないから、この雨は一体いつまで続くのか、そんなこともわからないで走ってます。